今回紹介するのは、弓と禅という本です。著者は大正の終わり頃に、日本に大学教授として滞在したドイツ人哲学者。この本は彼の日本滞在中の弓道修行の記録であるギリシャ語、ラテン語をはじめヨーロッパのあらゆる言語をマスターし、カントの正当な継承者を辞任するバリバリの論理主義者であった著者が、 弓の修行を通して彼の論理主義を滅却し無の境地に至る過程を描いた感動の物語著者の精密で論理的な思考と方法論が旧道の死の善の教えによってことごとく否定され打ちまかされついには論理と言語の限界を突き抜けていく過程が いかにもドイツ人らしく精密に描かれている「笹の葉に積もった雪が自然に落ちるようにいなさい」「的を狙うな」という不可解な死の言葉を論理的に解釈しようとする西洋人の内面の葛藤の描写も非常に面白い。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。